キャバレーロンドンに見る坂田歓楽街の今後、ロンドンロンドンロンドン、楽しいロンドン、愉快なロンドン、ロンドン、ロンドン。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。坂田です。こちら、三居倉庫という米を保存していた倉庫。坂田は庄内米の名産地、米どころだからこういった施設があるのでしょう。目の前は最上川が流れており、倉庫から河川で運び出せるようになっています。今は倉庫として稼働しておらず、文化財の扱いになっています。穀倉地帯で漁師町でもある坂田、昔はかなり栄えていたんでしょうね。こちらは山王クラブという明治時代に建てられた料亭です。外観が美しいです。坂田は昭和51年に市の中心で大規模火災があり、22.5 ヘクタールも延焼したそうです。古い家屋はその時なくなってしまったのでしょう。でもこの辺りは風上だったので残っていました。本日はお休みのようです。その山王クラブも素敵ですが、反対側にある建物も素敵です。ある意味こちらも旧料亭的なところです。こちらは白バラというグランドキャバレーです。グランドキャバレー、都内ではもう見られなくなりました。私が初めてグランドキャバレーに行ったのは蒲田にあった帝でした。生バンドにダンスホール、昭和な要素ふんだんのグランドキャバレー、亡くなる前に行っておくべきだと思ったわけです。その後は赤羽のハリウッド、銀座の白いバラと有名店を回りました。どうにかこうにか頑張ってきたものの、どこも衰退してしまいました。なかなかあの規模の店を運営するのは骨が折れることだったのでしょう。もう都内であの手の店はなくなりました。ここの白バラも当時そんな感じだったのでしょう。閉店していて残念無念と思っていたのですが、どうやら営業しているようです。調べたところ、坂田のグランドキャバレー白バラは2015年に一度閉店しているようです。しかし地元の有志たちが復活させたんだとか。ちょっとだけ以前と様式は違うようですが、一応復活したっぽいです。坂田市は映画送り人のロケ地でした。こちらには映画館があります。2018年の上映ポスター、ホストマンブルースはサブの作品、大杉さんはヤクザ役、主演は堤真一でした。看板もボロボロの状態です。一度この映画館は閉鎖されたそうです。でも送り人を機に復活、現在も映画館として機能しているようで、チケットの販売のポスターが貼ってありました。映画上映のラインナップの癖が強すぎます。白バラの建物もそうですが、この辺りの建物は取り壊すことなく長々と使っているようですね。これは珍しい愉快なロンドンじゃないですか。こんなところでお目にかかれるとは。こちらはさすがに営業していない様子。昔はテレビの深夜放送でキャバレーロンドンの CM が流れてました。愉快なロンドン、楽しいロンドンってやつです。今考えるとありえないですよね。だってキャバレーって言っているけど、ここピンサロですからね。そんな時代があったのです。いずれ看板は外されてしまいます。この雰囲気が撮影できるのも今だけでしょう。他にも朽ちたスナックビルがあります。これが地方の現状ってことなのでしょう。坂田に寄ったのはここに行きたかったんです。舞妓茶屋相馬楼というところで料亭を修復したそうです。ここで坂田舞姫の踊りを鑑賞できるんだとか。
でも事前予約が必要で、当日予約は受け付けていないそうです。そんなわけで諦めました。北前横丁という飲み屋街です。2015年にできたんだとか。しかし半分くらいが空き店舗です。特にコロナで余計状況は悪くなっています。地方の飲み屋は大変ですね。中町にぎわい健康プラザ、にぎわいがあまりありません。お店はちょろちょろあるんですが、なかなか食指が動かない。というわけでスーパーで稲田とご飯を購入。これを酒の肴に。酒田の夜に乾杯。酒田の街、こじんまりしていましたが良かったです。店がどんどん潰れてしまうのは残念ですが、これが世の常なんでしょう。でも地域活性化のために尽力している地元民もいます。その人たちの頑張り次第で今後酒田が脚光を浴び、多数の観光客が来ることも考えられるでしょう。白バラは復活したようなので、お次はロンドン復活を望みます。ロンドンロンドンロンドン、楽しいロンドン、愉快。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。このチャンネルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。